どうもこんにちは、整体院院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今までですね、内臓治療についてお話しさせていただいていたんですが、それぞれの内臓の機能だったり、なぜ内臓治療をする必要があるかっていうのをそれぞれの臓器に分けてお伝えさせていただいておりました。で、今回はですね、膵臓ですね、膵臓についてお話しさせていただこうかなと思います。まず膵臓っていうのがですね、位置としてはこの辺りですね。ちょうど胃がここにあるんですが、胃の奥ですね、奥側にあるような、ちょっと左の奥の方にあるような臓器になります。で、膵臓の役割としてはですね、まず一つ目、膵液という消化液ですねを分泌しております。で、食べ物を食べた時に例えば炭水化物とタンパク質とか脂肪というのはそのまま吸収されるわけではなくて、細かく分解される必要があります。で、その分解をするために、消化液というのが必要なんですが、この膵液というのがですね、アミラーゼ、これは炭水化物ですね、炭水化物を分解するために必要な、ものになります。で、このトリプシンというのがタンパク質ですね。で、リパーゼというのが脂肪、こういったものを、炭水化物、タンパク質、脂肪を分解するための、液体、それが膵液というんですが、それを、分泌しております。で、さらにですね、もう一つ大きな重要な機能がありまして、これがホルモンですね。で、ホルモンを分泌するんですが、どんなホルモンを分泌するかというとですね、血糖値です。血糖値を、上げたり下げたりする、ホルモンを分泌してるんですが、上げる血糖値としては、グルカゴンというホルモンですね。で、血糖値を下げる、これは有名なんですが、インスリンという、ホルモンを分泌しております。はい、なので糖尿病の方とかですね、もう非常に重要なところになってくるんですが、もしこの膵臓っていうのがですね、機能が悪くなってしまったりとかすると、またこれもまた関連痛っていうのが出てきたりとかします。で、この膵臓の機能が落ちることによって出てくる痛みの場所としては、まさにこの左側の溝落ちのこの辺りだったりとか、あと、左側の背中のこの辺りですね、はい、が痛みが出てきている場合は、筋肉とかそういったところが原因ではなくて、もしかすると膵臓の関連痛っていう可能性がありますので、治療していく必要があるかなということになります。で、そもそも膵臓がやっぱり負担がかかってしまうのは、食べ物を食べ過ぎてしまっていることによって、膵液が過剰にこう分泌されてしまったり、負担をかけてしまっていたり、あとはですね、甘いものを食べ過ぎたりとかして、血糖値がの調整をうまくだんだんできなくなってしまっている、膵臓に負担をかけすぎてしまって、このホルモンでの調整っていうのがなかなかやりにくくなってしまう状態の時に、膵臓っていうのは負担がかかって、機能が低下して硬くなってしまったりします。なので、もし膵臓由来のこういう関連痛があったりとか、そういう方というのは、食べ物の指導とかをしっかりさせていただいております。甘いものを摂りすぎないとか、あとは食べ過ぎ、暴飲暴食をしないとかっていう食事指導がやはりかなり重要になってくるかなと思います。はい、ということで本日の内臓は、こちらの膵臓についてお話しさせていただきました。また次回もですね、違う臓器についてお話しさせていただこうかなと思いますので、お願いいたします。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。